国鉄補機七千五百経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した発破車である。本形式は、セメント輸送用として1967年から1968年にかけて日本車両製造東京支店にて22両が製作された40トン席の私有貨車である。 落成当時の所有者は、小野田セメント、富士セメントの2社のみであった。その後富士セメントは、日鉄セメントに、社名変更を行った。小野田セメント社は、石谷駅、小野田港駅、津久美駅、東藤原駅、黒崎港駅、赤崎駅、厚木駅、富士セメント社は、東室蘭駅をそれぞれ常備駅として運用した。 1984年10月12日に、小野田セメント所有者3両が、清水工業へ名義変更され、常備駅を、西能鉄道市境線の猿岩駅になった。外観は、補機5700型とほぼ売り二つであるが、二役方式が異なっていた。このため、ホッパ上部の配置に違いがある。二役方式は、エアスライド式の他に、 電動縦型スクリューコンベアを備えたため、下出しに加え上、出しも可能となった。この機能により取り出し設備のない駅でも荷役が可能となったが、晩年にはセメントの集約化が進みこの機能も不要となり、撤去された車もある。全長は 1800mm、全幅は 2706mm。 全高は3 8 2 0ト、mm、ル、台車中心間距離は6 7 0 0、mm、トル、事業席は34.2立方メートルマイナス38.5立方メートル、時長は13.9トン、換算量数は、席車5.5、空車1.4である。台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の、 国鉄分割民営化時には19両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では3両が現存していたが、2003年度に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。